北九州市立桃園市民プールは、福岡県北九州市八幡東区桃園にある、公設プール。運営は指定管理者となったスピナに委任されている。室内プールの外観桃園の球場などとともに、桃園公園の敷地内にある。施設は、屋外、室内の両方を備える。屋外は、日本水泳連盟公認コースではないものの調水路。 淡水路の両方を備えた本格的なもので、かつては大会などで賑わっていたであろうことを忍ばせる、階段上の観客席が今も残されている。他には、幼児用プールもあり、工術の室内で代替できる、超水路を除き市内の他の屋外プール同様かきのみの営業となっている。それ以外の時期は、室内プールを利用することになる。このプールは、北九州市内で、 唯一の公設による日本水連公認長水路プールであり日本選手権などに出場する資格を得るための公式記録会を開催できるしかし建設から半世紀ほどになることから近年は老朽化が目立っておりその維持管理とともに損壊そのものの問題が浮上していたところ2020年夏に開催予定のオリンピック・パラリンピックにおける 外国チームのキャンプ地位打ちを進める観点から、屋外プールを廃止した上でその跡地に、市の中核プールとなる、屋内プールを再整備する構想がまとまった。公共施設整理の観点から、近隣の学校プールを廃止し、授業に活用する案も浮上している。すべて単水路か、それより短い。新門司は、ここと、同様単独設置で、たわ。 体育館内に設置。なお、福岡市には、アクシオン福岡内に飛び込み専用プールも備えた、本格的な県立総合プールがあるが、ここは、冬場調水路がアイススケートリンクに変えられる。ありがとうございます。